中心五解は、大脳の外側面にある、脳界の一つ。頭頂葉の最も前側に位置し、特徴的な構造として、大脳表面の分類の重要な目印となる。体の、各部位から、体勢感覚の入力を受け取る領域であり、機能的な分類では一時体勢感覚やと呼ばれる。この領域はもともとペンフィールドによる、表面刺激の研究によって定義された。 細胞構築学的な分類では、この領域は、ブロードマンの脳地図における3、1、2やにおおよそ当たる。ただカースは、最近の研究で、他の感覚需要野との相当性から、3やのみを、一時感覚野とするべきである、としている。これは3やが、感覚入力領域からの視想皮質当社の情報の、大部分を受けているためである。 中心五階の位置を様々な角度から眺めた動画。赤いところが中心五階。中心五階の外側部は以下の構造に囲まれている。この領域は一時体制感覚屋であり、触覚の主要な感覚需要屋である。他の感覚屋と同様に、この領域にはホムンクルスと呼ばれる感覚空間の地図が存在し、一時体制感覚屋に、 あるホムンクルスは感覚のホムンクルスと呼ばれる。感覚のホムンクルスの少々想像的で非常に模式的な図は右に示してある。ブロードマンの脳地図における3、1、2やは、人の脳の一時体制感覚やを包含している。ブロードマンは脳を少し斜めにスライスして番号をつけたので、ブロードマンの脳地図では、ふん側から微速に向かって三一。 ニアの順で並んでいる。皮質のこの領域は、ワイルダーペンフィールドらによって示されたように、ホムンクルスと呼ばれるパターンを形成している。その配置は、足と胴体が、小中線付近、腕と手が中央、顔が外側となっている。また、唇と手に相当する領域は、大脳皮質の神経細胞の多くがこの領域からの、情報を処理する、大きなものとなっている。 この領域の細胞は二次体制感覚矢へと投射している。体制感覚線神経系には、触覚・固有覚を伝える五作、内側毛体炉と音通角を伝える、脊髄肢小炉の二つの電導炉があり、いずれもこの中心五下へ投射されている。したがって、一次体制感覚矢の機能損傷は、これらの経路損傷と皮質損傷とに区別される。 被疑性半球での損傷は、反則空間虫が起きる、可能性もある。片側経路の損傷は、いずれかの経路の三次ニューロンが、皮質に投射できなくなるため、触覚固有覚音通覚の喪失や減退を引き起こすが、片側の経路情報が残るため複雑で微妙な、感覚喪失となり得る。ありがとうございます。